かなさん、お互いの第一印象どうだった？真面目、優しそう、話を興味持って聞いてくれるワンちゃん。あきひろは？かなはおしとやかな人で、あと肩書きがたくさんあったから何をしてる人なのか全然分かんなかったかな。お互いの尊敬するとってどんなところかな？いつでも誰に対しても親切かつスマートで接するところがすごいなって思ったよ。明宏は、まあ、自分の夢に向かってその信念を貫き通しているところかな。あとかなり負けず嫌いだよね。まあ、喧嘩した時はちょっとその負けず嫌いを出してほしくないけれども、自分の夢に向かって信念を突き通しているところが尊敬できるかな。今離れてますけれども大切にしていることは何かな？話し合い、向き合い、あと一番明宏が苦手な感情を理解することです。でも時には平行線になることがこの前だったみたいにあるので諦めも肝心かな。明宏はどう？まあ離れてるし時差もあるし、コミュニケーションの頻度とタイミングかな。あとは相手が何をしてるかっていうところと何考えてるかっていうところ、そこを思いやることかな。おお、綺麗じゃないですか。ありがとうございます。どうですか？似合ってますね。似合ってます。うん。50歳になった、俺にメッセージお願いします。今でも冗談言ってるかな？筋肉はムキムキかな？そろそろ白髪？それともあれ？おじいちゃんになってもいつまでもかっこいい明宏がいつまでもかわいい私と手をつないでるかな。18年間ありがとう。あと50年はよろしくね。二人の時間を大切に、やっと一緒に長くいれる日々を大切に、いつまでも変わらず出会った時と同じ気持ちで恋してます。50歳になった私へメッセージをください。明宏と喧嘩してますか？でも喧嘩しているってことは相手のことを分かり合っているってことだから、より価値観のぶつかり合いがあるかもしれないけれども、あと残り50年くらい喧嘩しつつ仲良く2人で過ごしていきましょう。ありますか？3枚もあるんだけど、なんか手紙読んでないのに泣けてる。幸せになります。あります。幸せになります。ありがとうございます。